こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の雑学のコーナーです。今日の雑学は、テルテル坊主の起源って何です。はい、何が起源なんでしょうね。坊主ですもんね。お寺から来てるんですか やっぱそうですかねただその前の話があるんですねはい。実はテルテル坊主は輸入品でございます <laughs> テルテル坊主は中国からやってきました中国では好奇を持った娘さんが道を履くというそういう紙人形を 布人形じゃなくて紙人形を作ってそれを吊るしていたそうですはいそれが日本では雨を祈るというとお坊さんの役割だったんですね日本では当時なのでいや娘じゃないでしょうって雨を祈るのはってうちではって、ね、日本ではうちではってお坊さんでしょう ということになって、坊主となったそうです。ちなみに、てるてるの意味は分かりません。多分照ってるからじゃないですか。はい。あ、太陽が照ってほしい。そういうことですかね、てるてる、坊主。いいですね。はい、はい、はい。来ましたね、来ましたね。はい。そんなことだそうです。はい。ご理解いただけましたでしょうか はい。全然違うところから来たんですね。しかも輸入品だったということで。はい。以上、てるてる坊主の起源でした。今回の配信は以上となります。また別の配信でお会いしましょう。さようなら。